ゃんを、これ歌ってみようかな。これエゴイストさんの曲なんですけど、ちょっとね、今までにないような曲で、結構ねゆっくりめの曲なんよ。すごい良いのよこれ。歌えるかな。エゴイストさんのエウテルペという曲だったんですけど、これは多分
ギルティクラウンのこう挿入歌になった曲だったかな。挿入歌になった、多分エンディングとかオープニングではなかったと思うんやけど、挿入歌で使われてた曲だったと思います。すごく好きな曲で、寝る時とかよく聴いてて、こういう曲調もエゴイストさんの曲にはあるんよね。すごい好き、本当にね。ありがとうございました。ぜひ聴いてみてください、エゴイストさんでは明日会う時には多分リーグ戦も2節終わってると思うんですけど、頑張ってきます。ありがとう、今日もお疲れ様。バイバーイ。5、4、3、2、1、バイバーイ。おやすみ。